機嫌いかがでしょうか。龍神棒消毒こと脇田直樹です。もうすぐ2025年ですね。今回は新年2025年からの十二星座の運勢と星座、えと、血液型から見る576通りランキングをご用意いたしました。ちょうど今年から来年にかけての暦は辰と巳、物事が大きく動いていく流れです。そこで今年10月に龍神様と長蛇についての書籍を出版することになりました。この2年間の辰巳期に運をつかみ願いを叶えるための方法を解説しております。運の流れに沿って一日一日を大切に暮らすための指標にしてもらえればと思います。この動画と合わせて参考にしていただくことにより自然体で運を味方につけ幸運体質になれるものと存じます。ぜひ2025年の運を開くお供としてお役立てくださいませ。はい、それではここからは2025年のさそり座さんの運勢の方を見てまいりましょう。その前にそもそもさそり座さんはどういった性格なのか、そちらの方から診断してまいりましょう。さそり座のあなたには鋭い洞察力と物事のセクシーな魅力が与えられています。一見控えめな印象のあなたですが、その物静かな態度の裏には深い愛情を秘めています。また好きなことに打ち込む集中力もかなりのもの。ただ内面のエネルギーが強く少し嫉妬深いところがあるので、感情を手放すことを意識しましょう。そうすれば人間関係が円滑になります。もともとあなたは探求心と洞察力が深く、物事に徹底的に関わりたいと思う性格です。良い面と悪い面はもちろんありますが、目標に向かって納得がいくまで黙々と努力を続けられるのは美徳だと言えます。また真面目で口が固い反面、ミステリアスな雰囲気を持ち、情に深い面もあります。しかしこだわりを強く持ち、自分で意見をしっかり持っていれば、あまり人の意見に左右されることはないでしょう。ではそんなさそり座さんの2025年の星回りを見ていきましょう。ドタバタな変化が訪れそうな2025年前半のさそり座、焦燥感に駆られることもあるでしょうが、実際の力、実力以上のことをなせるという強運期です。2025年の後半は少し重ための業務を任されてしまったり、見栄を張って難しい仕事を引き受けるため、自分の中でプレッシャーになってしまう可能性があります。途中で諦めるのを良しとしないあなたは、時間の制限がある中で頑張るでしょう。8月は他の人に負担をかけないためにも素直に謝ってお願いしましょう。報われない努力に落ち込みそうですが、後で挽回すればいいんです。そして11月からは新しいスタートを切れます。心機一転で次の目標に向かえるでしょう。気持ちを切り替えることであなたの周囲の対人関係やお金の流れも変わります。ただ人間関係は順調に進められるんですが、食事や飲み会などの交際費で突然の出費がありそう。蓄えも大切にしてみましょうね。ではここからさそり座さんの2025年がどう変わっていくのか、天気のチャンスを見ていきましょう。2025年は人間関係に素敵な嬉しい兆しが見えます。同僚や仲間に恵まれるシーズンだと言えますね。みんなで力を合わせて難しい仕事をやり遂げ、大きな成功を手に入れることができるでしょうね。協調性を大切にして周りと歩幅を合わせていくようにしてください。またもし今やめたいと思っていることがあっても、苦しさをこらえてもう少し続けてみましょう。継続は力なり。今を乗り越えればまた新しい道が開けます。一時の感情に流されて行動しないように心がけましょう。忍耐強さによって運勢が開ける一年です。そして2025年のラッキーアイテムはタブレット。自分自身の判断や本当に大切な人との関わり合いを大事にするという星座、それがさそり座さんですが、もともとやや
好き嫌いが激しい性格のため、周りの人に合わせられないという傾向があります。でも、無理やり合わせずに、話題のスポットや映画などがわかる記事サイトをタブレットで見て、話題を発信する側に回ってみるといいでしょう。そうすれば、周囲からの人気者にもなれるはず。ではここで、2025年に出会う運命の相手について見ていきましょう。あなたの運命の相手は、リーダーシップを取る才能に恵まれているタイプ。周囲の人をうまく引っ張って、自分のビジョンを実現していけるパワーを秘めています。理想を大切にしながらも現実的なものの考え方が得意なので、規律やルールを重んじる真面目な性格の人でしょう。しかし、資格紙面というガチガチの人というわけではなくて、ユーモアや息のある気さくな人柄と言えるでしょう。一人で抱え込んでしまうところがあるので、あなたはぜひ聞き上手になってあげてください。きっと素直に話をあなたに対して伝えてくれるはずです。そしてあなた自身も相手に対して思いが伝わりやすくなるでしょう。ただ、あまりガツガツしてしまうと嫌悪感を与えてしまうので、柔らかい雰囲気の人、こういったイメージで近づくといいでしょう。デートは水族館など、水にまつわる場所へのお誘いが効果的です。ではここで、2025年の恋愛運について見ていきましょう。テーマは、共通点が愛を深めていくというきっかけにつながります。2025年前半は、今までとは違うタイプの人と出会いのきっかけがありそうな予感。新しい恋の予感を感じるでしょう。ゆっくりですが、確実にあなたのもとに幸せがやってこようとしています。そのために大切なのは、心を広く保っておくこと。2月は、食事に誘われたら時間やお金の心配をしないで誘いに乗ってみてください。その席では幸運が待っているはずです。そして後半に入って、8月は恋の駆け引きに夢中になるかもしれません。あなたにとってはそれが楽しいかもしれません。でも実は逆効果。相手を驚かせてしまいます。少し自己中心的になってしまいがちなので、その時期だけは結論を急がないという姿勢が重要です。キーワードは共通点。お互いの同類項を探し出してみましょう。そして、2025年の仕事運は、スキルアップ吉。さまざまなことを吸収するときです。2025年の前半は、これまでの積み重ねと努力が確実に実を結ぶシーズンとなりそうです。この時期はとても気分が明るく、仕事をしていても疲労感がいつもより少ないでしょう。6月の仕事運は比較的良く、悪い出来事や大きなミスは起こりません。淡々といつもと同じ仕事をしているつもりでも、正確さが優れているので、見直しの労力が少なくて済みます。そして後半の10月は、精神的には停滞気味の月となってしまいますが、運気、仕事運は比較的良い状態ですので、大きな負担は感じなくて済みます。しかし、やはりやる気が上がりきらない状態での仕事はちょっと億劫になります。そこで、あえてスキルアップに挑戦してみましょう。上司や先輩と話が弾む機会になりそう。何でも吸収していくというその姿勢が吉です。そして、2025年の金運は、自分の財産につながるような使い方をする。これが大事です。2025年の前半は、お金の出入りが割と激しいシーズンになりそう。使うタイミングを意識していくことが大事です。金運自体は好調。3月の時点で大切なものはもうあなたは手にしているかもしれませんね。後半の9月。忙しさに追われて気づかないかもしれませんが、金運は上昇中です。思わぬところから副収入の話があるかもしれません。そして12月は心に余裕を持ちましょう。財布の中を整理すると臨時収入が期待できるでしょう。お金は綺麗な場所が好きなので、財布の中のレシートや、不要なカード類を整理したり、有効期限切れのクーポン券などを処分して、
財布の中を居心地よくするといいでしょう。自分の財産につながる発想がこの時期のあなたには大切になってくると言えます。そして2025年の対人運は、関係性のフィールドを広げてみて。サソリ座のあなたは人付き合いが上手ですが、心から相手を信用するまでに時間がかかるという部分があるかもしれません。そんなあなたの人付き合いは広く浅い傾向になりがち。人付き合いのコツとして、たくさんの人と関わるために友達の友達とも積極的に仲良くする機会を持つのがいいでしょう。豊かな対人関係を続けられるはずです。あなたの絆を深めてくれるのは、人を紹介するのがうまい双子座、人間関係を良くするラッキーデーは8日17日26日になります。ではここでいい2025年にするためのキーワードを見ていきましょう。2025年は9月の初旬が勝負時、あなたの本気が試されるようなストイックな星の配置です。このタイミングを生かしクール系でいくのが吉でしょう。例えば癖毛を生かしたウェーブヘアにすると異性にも同性にも好感をもたれそうです。また比較的スタイルが良いとされる星座でもあるので、アピールする上でのポイントは腰、腹筋などのしてお腹周りを整えておくと、さらに相手の気を引けるかもしれません。腰のマッサージで姿勢をピッと良くするのもいいでしょう。そして健康術、こちらは自分に栄養素をリフレッシュを心がけましょう。2025年前半のサソリ座は仕事もプライベートも忙しくなりそうな予感です。で、2025年後半になってくると、その疲れがどっと出てきてしまう可能性が。特に思ったように仕事の成果が出ない時期はストレスがたまりがちです。自分では気づかないうちに心身ともに疲労が蓄積されてしまいそう。また暴飲暴食もあなたのウィークポイントになりそうなので自制しましょう。ではここから開運風水について2025年見てまいりましょう。まず対人運を高めたいなら、自宅中心から見て東側の方角に電卓など、あるいは家計簿でもいいです、数字を扱う機器を置いてみましょう。他人からきつい一言を言われると自分を抑えてしまいがちなあなた、本心を隠してしまうという一面もあります。そのためありのままのあなたでありながら人間関係を円滑にできるという風水が重要です。そのためには自宅の中心から見て東の方位に計算機やパソコン、そして家計簿など数字やデータを扱うものを置いてみてください。対人ストレスから解放されるようになるでしょう。あとはグレーの小物もグッド。数字で言えば9、曜日で言えば日曜日がポイントになるでしょう。そして健康運を高めたいなら、自宅の中心から見て北と西の間、北西の方角に家の写真を飾ってみて。あなたは意外とこだわり屋な部分があり、細かいところまでやらなければ気が済まないところがあります。そこで精神的に疲れてしまわないようにリラックスできる風水を実践。自宅の中心から見て北西の方角に家の写真や絵を飾ってみるといいでしょう。またネズミに由来するイラストやアニメーションを置いておくのも OK です。ピリピリした気持ちが穏やかになれるはず。数字で言えば5、曜日で言えば土曜日が重要になります。それではここで2025年、血液型4タイプとサソリ座さんから恋愛運の方を見ていきましょう。まず A 型、やや受け身の恋愛になりがちなのがサソリ座 A 型の恋愛パターン。そのため恋のスタートは相手側からのアプローチによることが多くなります。気になる人がいても自分からは気持ちを打ち明けられないため、勇気を持つことが大切です。次に B 型、キュートでとても魅力的なサソリ座 B 型、ただ愛情が不足して寂しくなるとこっそり他の異性とも仲良くなっちゃうかも。好きな相手との関係がうまくいっていれば
かなり長続きするので、自分の中の寂しい気持ちを上手にコントロールしてみてください。そして大型、独占欲がかなり強く嫉妬深い面のあるサソリ座大型、うまくいかない原因があるとすればその部分かもしれません。しかし基本的にあなたは優しく誠実な性格なので、自分の気持ちをぶつけずに少し抑えていれば大丈夫。最後に AB 型、片思い経験を人より多く持っていそうなサソリ座 AB 型、アタックの回数が少ないため振られる確率は低いものの、失恋をずっと引きずってしまうかも。でも親しくなると安定した関係を作っていけるはずです。笑顔に自信を持ってみましょう。ではここから2025年、サソリ座さんと相性のいい星座を見ていきます。アットホームで親切心を持つ温かい印象のあなたには、カルチャー色が強い場所での出会いが期待できそう。自分の内面をさらけ出せないところがあるあなたですが、共通の趣味があればそこから恋が始まっていきます。出会いの場所はセミナー会場、そして図書館、そういった文化的なものを吸収する場所ですね、はい、あとは、音楽にまつわるところもいいですね。時期的には4月の22日から5月の16日、7月の12日から9月、8日、そして11月29日から12月の24日です。お相手はヤギ座の異性になります。ヤギ座の異性は責任感が強く、裏表のない性格からあなたと最も打ち解けることができるでしょう。やや奥手なところはご愛嬌です。それでは2025年の開運スポットとアクティビティについて見ていきましょう。2025年、サソリ座のあなたにぴったりのスポット、それは天野岩戸神社です。こちらは宮崎県にあります。神秘的な出来事に遭遇しやすいサソリ座のあなた、そんなあなたには日本の神話が息づく宮崎県高千穂にある天野岩戸神社がおすすめ。ここでは天照大御神がお隠れになった天野岩戸があることで有名です。日本の神話が今も受け継がれている神聖なパワースポットで、自分自身のこれまでを振り返ってみましょう。きっと大きな発見があるはずです。そしてもしも国外ならビクトリアの滝、こちらはアフリカにあります。あなたの持つ女性性や男性性を解放し魅力的にしてくれるのが、世界三大幕府に数えられるビクトリアの滝でしょう。ここはアフリカのザンビアとジンバブエの国境地帯にあります。水量、水の量が豊富なことでも知られるこの滝は、最大落差100メートルを超え、約 1.7 キロメートルにわたって続きます。特に水量が増える2月から5月、こちらにかけては水煙、水煙が立ち込めて、爆音を轟かして水が流れ落ちていく景色は壮観の一言。想像を超える絶景を眺めていると、自然と心が浄化されていく気持ちになれるのではないですか。そしてアクティビティについては、付箋やメモ帳の活用を意識しましょう。2025年のあなたはミスコミュニケーションによって効率が悪くなってしまいそうな予感があります。報告、連絡、相談をいつも以上に意識してみて、新しいことには進んで手を出さずに、日頃のルーティンワークや自分のやるべきことに専念してみましょう。物忘れ防止のためには付箋や、メモ帳、こちらの活用が重要です。ミスが格段に減るはずです。そしたら最後に2025年の星座別のラッキーカラーを見ていきましょう。2025年サソリ座のラッキーカラーは濃紫色、濃い紫色です。あなたはもともと生まれ持った品格と気取らない性格が魅力のロマンチストだと言えるでしょう。人間関係のセンスが良く、対人関係を築く能力も高いので、柔軟に世の中を渡り歩いていけるタイプです。そんなあなたが必要とするカラーは濃紫色、濃い紫色。あなたの中にある情熱に火をつけ、確固たる信念に基づいて行動できるようになるはずです。そしてサソリ座の勝負カラー、それは肌色。あなたはとても共感能力が高く、
相手のことを自分のことのように感じるという深い優しさが特徴です。もちろん時には相手のために厳しさを持ったり本気で怒ったりすることもありますが、それは相手のため思ってのこと。そんなあなたの深い思いやりが相手に伝わっていくカラー、それが肌色です。人間の肌に近いカラーがあなたの慈しみの心をさらに開花させてくれるはず。それでは最後に十二星座2025年運勢ランキングを見ていきましょう。まずは総合運から。1位は蟹座です。2位は双子座、3位は牡牛座、4位ヤギ座、5位魚座の順になっております。はい、そして恋愛運、出会い運を見ていきましょう。1位は水亀座、2位はサソリ座、3位は蟹座、そして4位乙女座、5位お羊座となっています。では結婚出産運について。1位は射手座です。2位獅子座、3位さそり座です。4位は魚座、5位は水亀座となっております。そしてここからは仕事運、学業運を見ていきましょう。1位はお羊座、2位は双子座です。3位は天秤座、そして4位獅子座、5位乙女座となっております。そして金運、勝負運、こちらは1位は蟹座、2位が射手座、3位魚座、4位ヤギ座、5位それは双子座となっております。そして対人運、人気運について。1位こちらはサソリ座です。2位は射手座、3位は乙女座、4位水亀座、5位牡牛座となっております。そして家庭運、再婚運について。1位は蟹座、2位は魚座、3位天秤座、4位牡牛座、5位お羊座の順となっております。最後に強運相性の2025年の組み合わせを見ていきましょう。まず最も相性がいいのは1位双子座と天秤座さん、2位は蟹座とヤギ座さん、そして3位はサソリ座と魚座さんになります。そして4位獅子座、水亀座のカップル、5位お羊座、射手座のカップルです。そして6位から、6位は牡牛座、乙女座コンビ、7位は牡牛座とサソリ座、8位は蟹座と乙女座、そして9位ヤギ座と魚座、最後10位獅子座、双子座になります。はい、ということでどうか皆様2025年も素敵な一年になりますこと、心より祈念申し上げます。それでは失礼いたします。